て続いてはこちらのコーナーです。はい、店の定番人気や、はい、ぜひおすすめしたい一押しメニューを紹介するテイクアングルメのコーナーやってまいりました。来ました。これも見どころですよ。さらにスタジオの女性アナウンサーには、はい、一発勝負でリポートに挑戦してもらいます。今日は春ちゃんです。頑張ってね。もうこのコーナー今始まった瞬間から声出なくなりました。そんなことありません。自信持って頑張っていただきたいと、はい、さあ今回は甘いもの好きにはたまらない欲張りスイーツを紹介します。頑張れ。福井市にあるカフェ雨のち晴れ、ランチやディナー、夜のカフェも楽しめるありがたいお店です。この店のシンボルはなんとこちらです。パフェの上に飾られた可愛いパラソル。可愛いですよね。お客様に晴れやかな気持ちになっていただきたいと思い傘を使用させてもらっております。雨のち晴れ、美味しかったし雰囲気も良かったので傘の時も可愛かったし。そんな店では今いちご推しなんです。私いちご大好きなんです。好きですよね、はい、中でも人気なのがこちらいちごプリンパフェ。わお、豪華。当店の一番人気のスイーツ、焼きプリンを上に乗せたパフェなんですけれども、旬のいちごを中にも上にもたっぷり使わせてもらっております。で中にいちごアイスも入っておりまして、いろいろな味や食感を楽しんでいただけるかと思います。自家製の焼きプリンはちょっと固めで優しい甘さなんですね。いちごスイーツの相性はもう間違いない、相性抜群です。さあ来ました、ここでテイクワングルメ。今から店の一押しメニューが登場します。はるちゃんには美味しそうな映像を見ながら素敵なリポートしていただきましょう。難しいぞ。一押しメニューのヒントを紹介しますね、はい、ぜひ見ててね。蜂蜜がたっぷりです。蜂蜜たっぷり、いちごもたっぷりです。ボリュームも満点です。なんだろう。さあそれでは行きましょう。チャレンジは1回テイクワン。あら、まるで福井城址のお堀の中に入ったかのようなそびえ立つ城は、これはいちごとたっぷりの蜂蜜とスポンジケーキ。こんなにお堀が高くて中にたっぷり詰め込んで人間の欲を全部詰め込んだかのようなそんなスイーツですね。でもやっぱり乗車必須の断りもある。このアイスクリームが溶け出したらきっとまた違う良さがこのスイーツあるんでしょうね。ありがとうございます。どうでしたか今の。福井城址でワードが出てきた時面白い。そうですね、先ほどの桜がね、はい、さあガンさん、工藤さんのリポート。星がね、一つから5つまである。もう、はい、今日サービスもう5つあげる、はい、ありがとうございます。もう初回だからね、大サービス、ありがとうございます。もう出血大サービス。続き見てみましょうか、はい、そうですね、VTR お願いします、はい、見事な表現でしたけれども福井城址、こちら季節限定で蜂蜜がたっぷりかかったいちごハニートーストなんですよ。このとろっとしたのが、これがいいね、ハニートースト。そう、厚切りの食パンをくり抜いた中にですね、ふわふわでしょ、これふわふわのパンで、いちごにアイスに生クリームともたっぷり詰め込んでいきます。詰め放題です ね、うん、そしていちごソースと蜂蜜をこれでもかっとかけた至極のスイーツなんです。厚み深いこれね、食べたい。なんかお城に見えてきた。カラソルもついてるんですね。お城に見えてきた。特に女性の方はまず一戦目に可愛いっておっしゃっていただくことが多いですね、はい、そうですよね。作る側としてはとても嬉しい気持ちになります。でこの日スタッフが撮影しているとお客さんもね興味津々なんですよ ね、これ、めっちゃ食べたい。食べたくなる見た目ですよね。その通り、思わず目を引くいちごをふんだんに使ったハニートーストとパフェ、5月上旬頃まで味わえるということです。この時期ならではのスイーツ、目と舌で楽しんでみてます。いやー、いいですね、よかったよかった。
美味しそうでしたが、この一発リポート緊張しますね。ねえ、よかった。でもよかったですよ、今日ね。本当ですか。アナウンサーの力量が試されるコーナーということで、はい、いや、このお店行きたくなりました、はい、はい、そちらがこれですね。今日紹介した雨のち晴れカフェです。皆さんぜひ行ってみてください。